というわけで次のテーマこちら、ドン、寝台入れ替えについて。中村マネージャーがおっしゃった通り、昔はね機械台なんてね、そう寝台で20万25万で買えた時代で、今はやっぱ寝台で言うともう50万ぐらいしてしまうという非常にこう値段が上がってるんですけど、それでも毎月入れ替えやるわけじゃないですか、何かしらの。じゃあ買わなきゃいいじゃん、やんなきゃいいじゃんって思ってる方がいるのも事実です。毎月寝台入れ替えをやらなきゃいけない理由があるんですか、池田店長。まあやっぱりやりますよね。店舗としてはやっぱりこうお客様もじゃ あのずっと同じ既存の台で良いのかというふうになった時に、はい、まあ、先ほどそれこそあのパチンコとスロットの動向についての話もありましたけども、はい、パチンコって寝台で販売されて店舗に設置されてから、はい、常にこう右肩下がりの数字にはなってしまうんですけれども、はい、とはいえじゃあ既存の有料な台たちが、いつまでも同じ状況が保たれるのかとか、あとはまあその導入後に3年間という括りの中で設置期限がありますので、まあ、その設置期限を迎えた時にじゃあ誰が受け皿になるんだという意味では、この業界やはりそのお客様を捕まえていく上で店舗の中に入った時にいつまでも変わり映えのないテーマパークだった場合ですね、うん、やっぱりこう来店同期にはならないでしょうし、まあ、お客様も新しいものに触れるからこそ古い台が良かったりとか、台を選んでいく中でこれやったらこっちの方が良かったなであったりとか、まあ、そのやっぱり日常の中のストーリーを作る上でやっぱりその変わり種っていうのは常に必要かなと思いますね。なるほどですね。お客様に対してこう常にこう新鮮なものを提供していくっていうのと、やっぱりその来店同期っていうところで欠かせないっていう、はい、だからこそこうスタンスとして毎月入れ替えは必要だっていう。そうですね、はい、もちろんその機械だけじゃなく昔から言われるその寝台入れ替えというものをなんか店舗の雰囲気が変わるんかなこの節目にという期待感を持っていただけているユーザーの方々であったりとか、まあ、そういう部分もありますので、まあ、単にその台を入れないから良いではなく、はい、うん、台を入れるからこそ違うものも見えているというお客様もいらっしゃるので、ちゃんと意味を持って入れ替えされている。そうですね、はい、富田マネージャーのやっぱ一緒ですか、考え方としてやっぱり。そう、まあもちろん競合でもね、やっぱりそう入れ替えしない法人が近くにあったりとか担当するエリアの競合でもあったりはするんですけど、はい、まあ、見ている上でそれがじゃあやり方が正しいのって言われた時に、はい、クエスチョンはやっぱどうしても続いてしまいますし、今先ほどのまあ話に戻りますけど、やっぱりその北斗無双がどうだとか、はい、今のパチンコでやっぱりその特にスロットは今はまだまだこの後また話に出るかもしれないですけど、なかなか問題は多いですけど、はい、この規制の中で買う分全て滑ってしまってるというかね、はい、なかなか難しいなっていう状況ですね。パチンコにはやっぱすごいやっぱ活路が見出されてるんで、やっぱそこにこう求めるユーザーっていうのはやっぱ少なからずというか、いや全然多いはずですから、まあ、それをだから、まあ、スロットユーザーのそのフラストレーションというかこうやり場のないところをパチンコで補完するようなイメージで、やっぱ入れ替えは必要不可欠かなと思います。なるほどですね、はい、ユーザー目線から言うとですね、まあ、機械買うのに数百万かかってます、高い時はもう数千万かかってますと。で結局買った分は回収しないといけないじゃないですか。でこれどっちなのって思うのが、営業の中でいただいた利益の中から機械を買ってるのか、機械を買ったからその分を一生懸命その後回収するのか、これでイメージって全然違うと思うんですけども、基本的には買った分は焼却しないといけない。50万で機械を買ったんなら50万の利益をその代で当然出さなきゃいけないから、50万取り切るまでは結構厳しいのかなって思うんですけど、でもこの考え方が、いや皆さんからいただいたお金で機械を買ってます、だったら池田店長のおっしゃった通り、皆さんいつもありがとう、じゃあ新しい機械買います、だったらこう安心して遊べるのかなと思うんですが、寝台に対して機械代は一定の期間で回収しなきゃいけないっていうお考えはありますか。じゃあ畑さん、ちょっと一旦戻るところもあるんですけど、ですね、まずその機械を買うのか弾を出すのかみたいなお話されてたんですけど、はい、そこに関してはパチンコ業界だけじゃなくて、はい、僕全ての業界に言えると思って競争原理だと思ってるんですけど、はい、例えばですよ、はい、あのスマホ業界あるじゃないですか、はい、まあ、ドコモさんとかあるじゃないですか、毎月こうアクオスであったりとかエクスペリアであったりとか新機種出してくるわけじゃないですか、はい、これじゃあ消費者の方がそんな新機種とか新サービス出さんでいいから今の機種をそのままずっと使わせてくれて料金プランも安くしてくれよっていう声が上がらないじゃないですか。これって、はい、そのスマホとかの、その、まあ、どこの業界もそうですけど、新メニューを出すことで、まあ、新機種を出すことでお客様を呼ん でその売り上げであのまた新機種を出してでまたお客様を呼んでって構造になってると思ってて、はい、でパチンコ業界も同じだと思っ
ってるんですよ。あ、なるほどなるほど、はい、もし競争原理がなくて時点の僕だけが店を経営するとしたら、はい、その信頼入れ替えなしで還元してあげて来てもらうっていうので全然いいと思います、まあ、最低限だけ機会買うの、はい、でもこうやってこうキコーナさんとも戦っているところも実際ありますし、はい、その他の競合とかもありますから、その中でこう競争原理でいくと信頼にお客様が 来てるお客様がいる以上、はい、競合に負けて売れないんで、その相手がある以上絶対にあの新機種っていうのはスマホ業界で一緒で投入していって、その中でサービスを足していくのか、もしくは料金を安くしていくのかっていうようなところの競争だと思ってるんで、だから、競争相手が、結論すると競争相手がある限り信頼入れ替えをせずに還元だけするっていうのは、まあ、できないと言いますか、スマホ業界でできますかって話になってくるんで、っていう考え方かなと思ってます。いや、めちゃめちゃ納得です。今他の業界に置き換えてくださったんでスーって入ってきたんですけど、いや、これ僕もモヤモヤしてたんですよ。わかるよって、入れ替え毎月せないかんのはわかるよって、でもね、毎月本当にせないかんのっていうのはずっとあったんですよ。今の話聞いて必要やわ毎月って思いました。で、そこでどう焼却するのって話ですよね。そうですね。で、じゃあその、まあ、具体的にそういう期間があるのかどうかですよ。だからじゃあ信頼入れたらそのジャッジとなる期間が例えば3ヶ月とか半年とか1年とかで、1年以内で焼却できなかったら撤去とか、なんかそういったこうルールみたいなのってありますかっていう話。これ、まあ、イエスかノーかでいくと、はい、焼却しなきゃいけません。で、はい、そのお金でまた新しいお客様のために信頼買ってまた焼却、これ繰り返してるんですけど、はい、この中でやらなあかんのが、例えばですよ、まあ、A という機械と B という機械があって、はい、A という機械と B という機械ってこう性能が違うわけじゃないですか、はい、なので同じ利益率で走ったとしても性能が違う以上 A という機械は3ヶ月支持されるのか、 B という機械は2ヶ月お客様が来てくるのかによって、これ焼却率って変わってくるじゃないですか、はい、そこで大事になってくるのが私みたいな役割やと思ってて機械選定してるんで、はい、なので A っていうのが E っていうのが事前に分かってたりしたら、はい、A っていう機械を選んでしまえば3ヶ月で焼却すればいいって話になるんですけど、もし私が間違って B の方が絶対いいからっていうふうに言ってしまうと、はい、これはお客様2ヶ月しか打たない可能性があるんで、はい、そういう機械を打ってしまうと2ヶ月でお客様に負担させてしまうことになるんで、はい、なので焼却せなあかんのはイエスですけど、その焼却期間はできるだけ多くのお客様長い期間でいられるように、我々みたい、私みたいにその機械を選定していくっていう役割はいりますよねっていうところをお伝えしたいな。なるほど。いや、これめちゃめちゃ面白い話ですね。じゃあちょっと振り返りなんですけど、ここにね、今、まあ、過去1年分ぐらいのパチンコスロットの、まあ、出た機械の名前がずらーって並んでるんですけれども、これとあるデータで、まあ、稼働貢献っていうところで実績を残した機械が何なのかっていうのを独自にまとめたデータなんですけど、ちょうど1年前です。2020年の4月、 P フィーバー戦記絶唱シンフォギア2、これが出たのがちょうど1年前だったんですよね。で、これまあかなりこうシンフォギアの後継機ということで人気も出たし稼働も高かったと思うんですけれども、でこれが実際ですね、稼働貢献、稼働貢献っていうのはまあ難しい言い方なんですけども、だから全国の平均稼働っていうのがあるんですよね。これを下回るまでの期間が要は貢献期間だから、優秀な機械ですよって判断される期間が、これが何週続くかっていうのが稼働貢献っていう部分になるんですけれども、これがねシンフォギア2においては21週は、ずっと平均以上のアウトを残していたっていう。今だってどうです、3ヶ月持てばいいみたいな、3ヶ月貢献できたら8週ですね、8週8周できればもういい機会っていう感じになってくるんですかね。そしたらその後も長く使えるし、結構お客様に対しても自信を持って案内できるっていう。でこれ販売台数もね全国約2万台ということで、かなり台数を打った上で、まあ、これだけの稼働貢献があったっていう機会があるんですけれども、まあその昨年出た機械の中では P フィーバーシンフォギア2、まあ、これが非常に稼働貢献しましたよと。で同時期に出た大工の原産ちょい立て、まあ、これも素晴らしい機械でしたよ。で未だに多くの店舗がまだ多台数設置されてるじゃないですか。じゃあこれらの機種の息が長かった要因といいますか、これだけ長い期間稼働に貢献できた理由って何だったと思いますか？これはね本当に思うのは、はい、当時やっぱりシンフォギア出ました、ゼロ出ました、はい、でイダテン出ました、はい、で僕冷や汗かいたのは当時の稼働状況です、まあ、コロナ禍がもうどんどん深刻化していく中だったんですけど、はい、シンフォギア良かった、ゼロ良かったんですよ客付き、
ゲンさんだけが全然ダメだったんですよ当時。あ、最初良くなかったんですか。やってもたと思って満台になりませんでした。ゲンさんだけでマネージャーどうしますみたいなことを、はい、店長から冗談交じりに言われるわけですよ、はい、あやっぱやってもたと。シンフォギアの2分の1ぐらいでしたね。あ、そう稼働状況的 にシンフォギア2はバリバリ動いてて、そうゲンさん行かないで、だからコロナでもいやちゃんと信頼動くやんと、A 代は動くんやんねマネージャーって言われてたんですよ僕、はい、あのホールのあのホールコンあのそういうカメラを見ながらね、録画モニターを見ながら、はい、やっぱーと思ってたらここでね SNS の力がねすっごい働いたんですよ。これなぜか何かって言ったら、はい、その1時間あれタイマーが出るじゃないですか、何分で何本出たとかって、はい、そうですね、1時間で3万7000バズとか4万バズっていうのがそのユーザーがバンバン上げたんですよ。それをあ上がってましたね、あの時期ね、バンバンね、こんな台あるみたいな、はい、でそれをじゃあ体感したい、いざじゃあホールに行けるようになったらっていうのでそれがバンバン拡散されて僕は買うにつながったんだなと思ってます。 あれはほんまに SNS の様々だと思ってますね。じゃあしばらくそこに触れられなかったら誰も知らないまま撤去された可能性もあるってことですよね。可能性ポテンシャルを知らないままゲンさんは幕を閉じてたんだろうなと思います。と同時にトミーさんの寿命もしかしたら僕も可能性があるんで店長どうします機械って言わないといけなかったそのじゃあ、まあ、その1年経った今でもですね、そのやっぱりこう人気が高いというのはそのまだ稼働貢献中なんでね、1年経ってもすごいですよね、すごいですよね、1年経って稼働貢献中、これはやっぱ他の機種に比べてなんかこう秀でてるものがあったんですか。まあでもホールとしても使いやすかったっていうのが大きいと思います。使いやすいっていうのはどういうことですかね。まあどういうことですか今のは広げれないですよ、今のは広げれないですよ、まあ、やめましょうじゃあもうあ、ちょっとすみません、使いやすいというのはどういうことですか。まあ、利益が取れるということですね。あ、甘くないというポテンシャルがあると、で瞬発力もあって手玉力もあるけれども実は結構利益も取れてるから。そうですそうです、いや、うちのエリアのはあんま取れないですけどね。あ、取れない、取れないです。そう、お客様の引きが強いということですよねエリアによってね、そのお客様の引きっていうのは様々ですしね、出ちゃう台はこう1日だって5万パスとか6万パス出る台もあるわけでしょ。まあ、そういうのがこう出やすいお店と出にくいお店があるということですからね。あの短時間でね、あんなにさだまが出るっていうのがやっぱりその、はい、やっぱそこが最大の魅力ですよね。でも他にもその瞬発力っていう面では最近ね、1分間でこれだけ回りますとか1時間でこれだけ出ますっていう機会まあまあ出てきてるじゃないですか。じゃあ全く同じスペックで違うタイトルで出ましたってなったら、じゃあ同じ台数行こうかってなります？いや、うん、結局あの機械も先行者優位やと思って出まして、あ、2番線じゃダメだ、はい、例えばその無双の時もそうやったと思うんですけど、はい、その前も、はい、あの振り返っていくと当たったスペックに近いスペックをメーカーってどん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 出してきたと思うんですけど、はい、あのそれを追い越した機械って今までほぼないと思うんです。確かにそうですね、はい、スペック的に言ったら伊達店ってそんな、はい、あの甘いスペックでもお客様に優しいスペックでも、はい、その何でもないんで、いいか悪いかで言ったら、はい、スペックだけで言ったら悪いスペックですからね。ユーザー目線で見るとそうですね、はい、決して甘くないと、はい、なるほどですね。これはじゃあその SNS のプロモーションもそうですけれども、まあ、各店舗のプロモーションもよくできた結果っていうことですよね。だからいろんな地域でつぶやかれてるその記録っていうのをうまく利用した結果稼働にもつながって、まあ、未だにこう多くのお客様に、ほんまに SNS に助けられたんじゃないかと思って。そうですね、お客様のおかげですよね、逆にユーザー様のおかげですね。あ、なるほど、はい、ユーザーのその拡散力に救われたっていうところですかね。いや、僕もそうですもん、今度伊達店出るよってめっちゃ打ちたいじゃなくて、伊達店っていう機械がすごいらしいよってなって打ったのが実際そうなので、と同時にちょっとこの次のテーマじゃないんですけど、次話したかったのが中古機の導入に関して、新台入れ替えって最新台だけじゃないじゃないですか。新台入れ替えに伴って既存の機種の増台があったりとか、もう1年前2年前に出た機種をあえて再導入したりとか中古機入れたりとかってするお店結構あると思うんですけど、その新台入れ替えの時の中古機の役割といいますか、なんで中古機を入れてるのかなって思う方もいらっしゃると思うんですけど、この中古機の導入の意味って何かお話ししていただけることありますか。結局は信頼入れ替えするのって先ほどの話もあった通り、はい、競合他社からのシェアの奪い合いやと思うんですね、はい、あのお客様の奪い合いというか、はい、競争優位立ちたいっていうのが、はい、まあ、原理やと思うんですけど、
中古導入に関しては、はい、まあ、あの店舗目線で見た時に、はい、例えば競合店で動いてるのに自店にない機械、はい、これを言うたら、まあ、いわゆる欠品って言われる機械をなくしていって、はい、競合に持っていかれてるお客様を呼び戻す動機づけの一つ、はい、っていうので中古購入をする場合もありますし、はい、例えば同じシリーズ、今回出た政宗3スロットに出たと思うんですけど、はい、そこに対して今若干需要が落ちてきている政宗2を同時に導入することによって、はい、相関性が生まれてお客様が膨れ上がるんじゃないかっていう一つの営業努力ですよね、はい、だそういう部分を見越した上で導入っていうのは、していってるようなイメージです。逆にこうライバル店にはないからあえてうちに入れようとかっていうパターンもあるわけですか？十分あります。それはそこはもう差別化っていう面、はい、このあたり菊村さんどうなんですか、やっぱ中古機導入の意図というか意味というか。まあスロー線とかだとよくあると思うんですけど、はい、まあ1回外した機械をまた戻してくるっていうパターンありますね、はい、これあの営業やってると裏側の現実として、はい、例えば信頼機関、信頼に対するやっぱり業界のお客様の期待っていうのは大きいんですよね。信頼出してくれるだろう、さっきシンセさんもちょっとそれ言ってましたけど、最初、はい、甘い汁で吸わしといてみたいな、はい、まあ、そういう期待があって、でもあの信頼期間が終わって長く置いてて薄利で営業しててもお客様離れていくっていう現実はそこにはあるんですよ、はい、いわゆるアウトっていうのが落ちていった時にうちが薄利で営業してもやっぱアウトはちゃんと下がっていってしまうという現実がそこにはあって、はい、1回抜けたものを再導入してもう1回信頼と扱うことで、はい、お客様にもう1回期待してもらう、でこっちもこれに応えるっていう方法も一つあるのと、はい、我々みたいなあの一輪車さんもそうですけど、はい、チェーン店はもともと他のお店に入ってた機械を持ってくることによって、はい、先ほどちょっと議題に上がった信頼の値段というのは0円なので、なるほど、あるものを入れるだけですからね、はい、それが悪い商品ではなければ、はい、お客様にとって、うん、いいお値段で提供できるわけですよね。はい、はい、分かります、はい、なのでそういう意図があります。あー、いや、さすがですね。これも納得、もう大納得ですね。いろんな意味があるんですね。いやー、これはいいお話を聞かせていただきました。あれです、戦略的な意味もありまして、これはちょっとね、はい、ぜひ伝えたいなと思ってたんでお話をさせてもらうんですけど、はい、これ多分あのキコーナさんとかもそうなんです、うちもそうなんですけど、はい、ルールみたいなものがあって、信頼入れ替えとかその中古機を扱う上での、はい、で例えば今人気あるのはこう番長とか、番長3とか窓カッツとか、これ、はい、来店行かれたりしたら真っ先に待ったりするじゃないですか今。そうですね。で、こういう機種は店舗としてはこうアピールしたいわけですよ、はい、でもエリアによっては今入ってる機種をそのままアピールするのができない部分があって、はい、でも信頼入れ替えとして入れてしまえば、まあ、広告であったりとかに載せれることもできるんですよ、ね、はい、っていうルールがあるん でしかもオス番長とかそのマドカマドギカ2っていうのはその認定機って言われるもので、平たく言ってしまえば1回外してもこうすぐに再設置できるとか1週間ぐらいで再設置できてしまうっていう機械 で信頼に関してとか普通のこう検定機って言われる中古機に関しては、はい、外した後入れるに関してはその2ヶ月ぐらいかかってしまうんですね。それを1週間でできると、はい、うん、そうなってくると店舗としてはこう番長3とかこうマドカマギカ2にこうお客様は座ってもらいたいわけじゃないですか、うちのメイン機種ですよみたいな、はい、でそういう機種を1回外しておいて1週間で入れたりするんで、うん、番長もう1回入れましたっていうと歌えるわけで、そうすると新さんさんみたいな方が並んでこう売ってくれて、はい、あ、番長すごいよねって言ってくれてまた拡散していただけるみたいなっていうのがあるので、そういう、 こう使い方っていうのも絶対されてるはずですね。あ、これセオリーなんですかね。いや、お上手。やっぱりね、今設置台数まさにグランキコーナーさんなんか番長3ドンありますけど、これをチラシなんかで番長3設置なんだいって歌ってしまうと、それ機種差でしょって言われちゃうわけですよね。これが信頼理解が伴っていれば増大しましたっていうだけで別にそこは担保されるわけですね。何もこう機種差でも何でもなく事実を述べてるだけなんで、そういった意味で入れ替えをすることで時点 そのアピールしたい機種をもう一回発信できるっていうところですね。でもう一つちょっと深掘りしていいですか。これ答えれればっていいです。機械を入れるってことは機械を外してますよね。外した機械ってどうしてるんですか。一応自社の倉庫がありますので、はいはい、まあ、そちらで保管っていう流れですね。設置まだできる機械に関しては相当な量あるじゃないですか、はい、数十台数百台じゃないじゃないですか、はい、そんなでかい倉庫があるってことですね。あ、そうですね、大きい、かなり大きい倉庫がございます。で基本的には外した台はそちらに行くと、はい、でそこからまた使える機械が他のグループ店にこう導入されていったりとか。あ、そうです、そうです、っていうことなんですね、はい、
売ったりはしないんですかっていう場合もあります。あ、はい、そこはもう臨機応変に。そうです。いや外したけどめっちゃ高いやんみたいな、今売りやんみたいな。そこは会社としてマイナスにならないような、はい、例えば店舗に設置した方が利益が取れる、はい、売上が上がるっていうのは優先して店舗に、はい、ただ売った方が、まあ、売却した方が会社の貢献度が高い場合は売却する選択も中にはあります、はい、なるほど。じゃあもうそこはもう、はい、もうその時その時で臨機応変にやってるっていう、はい、そうです、まあ、基本的には一旦倉庫にっていうことですね、はい、そうです。なるほど。いや結構面白い話聞きました。信頼入れ替え最新代導入、まあ、入れ替えの意味っていうところから、じゃあその時に中古機を導入するのはなんでっていうところでお話ししたんですけど、中古機導入にもいろんな意味があるというのが分かりました。これもやっぱりお客様への負担を減らすためっていうところにつながってきますよね。